兄ちゃんが思いっきり投げるからよ。お前が思いっきりやれと言うから。そういう風に念を込めて投げてって意味だったの。本当に本気で投げる人がどこにいるのよ。こんなにカードを並べて何をしているんだ。ジークさん、その室内向きの占いも覚えようかなって。今まで石を使っていたのにどうしたんだ急に。いつもの占いをしていて窓ガラスを割っちゃって。ああ、投げるから。ということはさっき裏で怒られていたのは私たちです。カルビナー。今のはアリス。なんだかすごく怒ってるみたい。お兄ちゃん、今度は何をしたの。なんだろう、宿の人が困っていたから手伝っただけなんだが。絶対それだよ。早く怒られに行って。では私はちょっと怒られてきます。よろしければルーティエの手伝いをしてあげてくれませんか。ああ。もうすぐ手を出したがるんだから。すいません、ジークさん、手伝ってくれますか。いいけど俺は何をすればいいのか。私の実験台になってください。あ、変な意味じゃなくて占いのです。ジークさんを占ってみてもいいですか。ああ、そういうことか。では早速やってみますね。まずはカードをよく切って並べます。慣れない方法だから集中したいので少し静かにお願いしますね。ああ、わかった。あ、何か見えたのかい。いえ、ごめんなさい。もう少しで見えてきそうなんですけど。ジークさんの力を貸してくれませんか。力を貸すって一体どうすれば。こうかな。どうかな、伝わったかな。あの、困ります。カードが切れません。そうだね。今度は占いじゃない時に握ってほしいの。何か言った。してっていうのはジークさんの血を一滴欲しかったんです。ああ、そうだったのか。ごめん。じゃあもう一回最初からやり直しますね。はっきりとはわからないけど黒い鎧を身につけた光から闇、それがこれから先強大な壁になる。敵なのか。そうなのかな。でもどうした。あ、い
ましょうね。